何の魅力の一本馬、ドラはイーソーです。ですからこのまま引き離そうと考えない方がいいかもしれませんね。このまま混戦のまま行っていいよっていう感じで、このトンなんていうのはもうポンしないでいいぐらい。へえ、まあなるほど。ちょっとね、まあ、残された形、あまり良くないかもしれませんが、進んでっても手が進んでっても泣かない方がいいかもしれませんよ。慌てるなっていうことですか。面前でなるべく進めていった方がいいかなと思いますね。1枚目のトン、これは泣かず、近藤がね、まだ上がりがない近藤、そして今回も手あまり良くないか、メンツができた。そうそう、こうやってね、ツモをね味わいながら、おピンズが食いますね。一食手までいけるか。いやだけど全然その自敗ですね。チーズの可能性は否定して、チーズならいいかなって。あ、確かに自敗はいらないですね、チーズなら、そういう感じですね。そうじゃなかったら、まあピンフ赤一、息痛感加えながらみたいな。こちら9ピンを持ってくれば息痛感可能性、はい、これでさすがにパーマンかパーソーでしょう。パーマンに手をかけた、鎮逸までいけるか沢崎。名本のリアンシャンテンで、沢崎の持っている自敗は何ですか。です、はい、何難の何だ。ダブナン、ダブナンは統一になったら採用という。9ピン、さあこれで一気通貫の全種類揃いました。こんなにスムーズに、しかも切り出しトンチュンなので、あんまり変速の染めて見えないですよね。そうそう、見えないです、見えないです、怖いですよこれ。ここも順調ですね。二差し二差しになりそうな、はい、親番萩原さん。いや、ローピン入っちゃったら大変。なんと、狙い通りさ、サブローピン待ち、先輩です。ローピンなら一気通貫、これとんでもないです。ローピン、ローピンです、ローピン。とんでもない闇討ちに遭いました、忍者藤崎。12,000点。はい、12,000。面本一気通貫赤。だって無駄図もないんだもん。12,000、12,300。ここで出ました超大物手。